じゃあ今からカットします。まあ奈良さんは本当にそろえるぐらいでね。そうですね。まあそんなには。はい。気になってちゃうくらい。やっと伸びた。はい。やっと伸びたけど他のとこも伸びてるから。そうだよね。そうだよね。短かったもんね。で前にも話したんだけど、うん、毛先を削ぎすぎてたんだよね。だからね、収まりが悪いんだよ、これ。うん、毛先を削ぎすぎちゃったんだよ、ね。うんうん、今の技術者っていうか、講師いるとみんなこのカットなんですよ。うん、だからね、お客さんが逆に困るんですよね。うん、カットしてもらった後はさ、手入れが大変。うんうん、こういう感じだよね。うん、夢がね、ボリュームがあってもいいですけどね。そうですね。ないんだそこが問題なんだよね。ね